エルンストヤーコップ・オッペルトエルンストヤーコップ・オッペルトはドイツのユダヤ系の実業家。1867年に朝鮮の貿易障壁を除くためにお気乗り大員くんの父親の遺骸を墓所から持ち去って強括しようとし失敗したことで知られる。エルンストはハンブルクで裕福なユダヤ系の銀行家の家庭に生まれた。二人の兄弟、ユリウスとグスタフは ドイツの代表的な東洋学者となり、エルンスト自身は1851年に香港で貿易企業を始めた。その会社が1867年に破産した頃、エルンストは当時厳しい鎖国政策を取り、西洋人にとって閉ざされた市場だった朝鮮との交易に興味を抱いた。ある訪問の際、エルンストはスタニラス・フェロンというフランスの宣教師に会い、 貿易のために開国するよう脅すべく、沖きのり院君の父親の遺骨を掘り出し、朝鮮より持ち去る計画を立てた。彼らはアメリカ人フレデリック・ H.B. ジェンキンスの資金と手を借りて、1868年4月30日に出発した。彼らは墓所にたどり着いて発掘を試みたが、 意外を追う巨大な霧石に阻まれて目的を達することができなかった。キロ、彼らは朝鮮の兵士と戦うこととなり、一行は朝鮮から逃げ出す羽目となった。この事件は朝鮮人を激高させ、外国人との交易をより遠ざけるものとなった。エルンストはドイツへ戻り、その後ずっと目立たない実業家としての生を送った。いくつかの出典によると、彼が この重大な洞窟事件を起こした戸賀により、数ヶ月間服役したと主張している。1880年、彼は、禁断の国朝鮮への船旅と題した一冊の本を、出版した。それは、ライプツィヒのブロックハウスより出版され、英語にも翻訳された。A.B. ブラッスル S. エルンストヤコブアパート。 エインバー・シュローシンズ・ラント、ダイ・エス・タラ・イシベ・シュレイバーング・アイネス・ドイ・チェン・ウーバー、コリア、プロジェクト・ディスクリプション、ユニバーシティ・オブ・エアフルト、2002-2006年4月26日、閲覧、ロンカウフ、AA グレーブ・エンタープライズ、ザ・コリア・タイムズ、ジャニュアリー22戦後、2006年4月26日、閲覧、AB ・ウィリアムズ、SW、アパート、S of Korea ・キングダム・オブ・コリア、 Artment, book Review of the Apart, S Book, A4Biddenland, Boys's to the Korea, in New Englander and Yale Review 39, September 1880, Pianissimo, 509-521,2006年4月26日閲覧 ABNF, R, The Girls of Choson, The Korea Times, October 29-2004,2006年4月26日閲覧クライナー J. Korea A-Century of Change World Scientific Publishing Company 2001 ISBN 9810246579 In Particular Chapter 1 The Hermit King Dom Apart S Act of Piracy 2006年4月26日閲覧教材源76ページハットリ思想黒船前後死死と経済では 禁断国庁選機構としている。ありがとうございます。